雲屋145系145系電車は日本国有鉄道が101系電車の改造名義で製作した単独電動車方式の直流用新性能電車である。本校では145系列の制御システムにそもそも速ブレーキを付加した147系電車についても合わせて記述する。145.147系列の形式は すべてが肥料格用の事業用車及び、郵便、荷物車である。百四屋145,123国鉄の直流、新性能電車における 1M 方式の電車は1967年に、登場した郵便車の蜘蛛湯141型に始まり、端子電圧 750V の MT57 型種、電動機により自家並列制御を行うシステムが、採用された。 1976年には同様のシステムで、発電ブレーキ、そもそも速ブレーキを搭載した原因車として雲屋143型が登場し、同様の性能を持つ形式は、荷物車の雲に143型、郵便、荷物合わせ作り車の雲湯に143型、郵便車の雲湯143型が登場した。これらのグループは総称して141系。 143系とも呼ばれている。一方、首都圏での ATC 導入に伴う、旧性能事業用車の置き換えでは1976年に、原因車の雲屋143型が、申請投入されたが、配給車は、製造費用低減のため同時期に廃車が始まっていた101系が改造されることになり、1980年1月に、 クモル145クル144型が登場した。ATC を用いない1000区の旧性能牽引車の置き換えも101系の改造車で行われ、1980年7月にクモや145型が登場している。145系列は101系から流用した MT46 系主電動機で4個永久直列接続を行うシステムとされた。 1983年の飯田先進性農家では、雲蛛屋145型と同じく101系の改造による郵便、荷物合わせ作り車の雲蛛湯に147型が登場した。雲蛛湯に147型は119系と同じく発電ブレーキ、そもそも速ブレーキを搭載している。車体は配給車の蜘蛛145、クル144型では103系に準じた。 非貫通構造であるが、車体後部に屋根のない荷台を設けたため、車体強度保持の関係で17メートル級車体となった。牽引車の雲屋145型では雲屋90系9102.902019202がベースの20メートル級車体で、全面貫通型、郵便、荷物合わせづり車の雲湯147型は、 雲湯に143型がベースの非貫通車体となった。機器類は 101K からの流用品が多用され、製造費用の低減が図られた。101K では、電動車2両でユニットを組む MM、ユニット方式であったが、145.147、系列では1両に走行機器をすべて搭載した1、M 方式となった。クモル 145K。 雲屋145型は発電ブレーキなし、雲湯に147型は発電ブレーキ、そもそも速ブレーキ付きである。主電動機は101系から流用した出力1 0 0ットの MT46ABC 型で、端子電圧 375V の主電動機を4個、永久直列接続により 1M 方式で使用する。歯車比は101系と同じ5.60である。 台車は101系の流用品である DT21 型が使用されている。クモル145系及びクル144型は1979年から1981年にかけて101系電車の改造名義により製作された新性能配給電車である。それまで使用していた配給電車のクモル23型、クモル24型、 来る29型はいずれも戦前に製造された旧慶国電から改造された車両で老朽化が進んでいたことに加え、制御電動車であるくる百145型と制御車の来る144型の2形式が存在し、両形式の同一番号同士の2両で編成を組んでいる。番号の新旧対象は次の通り。来る144から14台車や、 冷房装置など重量物や大型の部品も運べるよう、車体の大部分がトラックの平らボディのように屋根が取り払われたような構造の無外出になっており、運転室部分後部のほぼ客用扉と、戸袋部分に相当するスペースが小型の部品の運搬や職員輸送などに用いられる有外室に充てられている。改造元となった百一 k からは、台車、主限動機、 電動発電機などが流用され、車体などは、車体構造を強化する目的で、それまでの休憩国電からの改造車と同じ17メートルとし、大枠を厚くした設計にて新規に製作された。短編成で運用されることから、MM ユニット方式から 1M 方式に変更し、101K から流用した、主電動機の端子電圧の関係で、回路構成を永久直列接続としている。 主制御機は発電ブレーキのない CS49 型が新設計され、主抵抗機も新たに MR145 型が搭載された。主電動機は出力 100kW の MT46A 型、または MT46 バイト型。電動発電機は出力極場の MHz81DM44 型、空気圧縮機は MHz80AC1000 型で、 いずれも101系からの流用である。台車も101系の流用で、クモル145型が DT21 系、クル144型が DT21T 型を搭載した。一部に、河川のない工場や車両基地内での入れ替えが容易に、できるよう、パンタグラフがクモル145系のほか、モーターのないクル144型にも設置されている。 ただし、クルのパンタグラフから得た電力は、一般のジャンパ連結器を通して曇る側に供給されるため、連結器の熱容量の都合上、長時間の使用はできない。本戦争工事は常に曇る側のパンタグラフのみを使用し、クル144型のパンタグラフは下ろされている。首都圏に投入された車両は、線区を問わず運用できるよう、ATS のほか、ATC も設置されている。 ATC 機器室は、クル144型にのみ設けられている。クモル145系1000番台 JR 西日本に配置されている車両のうち、クモル145から14から16の3両は、車両性能向上や他の在来車と部品の共通化を図るため、主電動機が MT46A から MT54 系に交換された。 電動車の番号は1000番台に改版され、クモル145-1014016となった。クル144型の番号は変更されていない。主電動機は、出力 120kW の MT54 型となり、主抵抗機も抵抗値と、境地率を変更した、WMR145 バイトへ変更された。国鉄時代のクモル 145K1 から10の各社は、 品川電車区に11から16の各社は高月電車区に配置された。配給列車は関東地区では大井工場、関西地区では水田工場を拠点に各地の車両基地との間で運転されていた。1987年の国鉄分割民営化では東日本旅客鉄道に10編成、JR 西日本に6編成が承継された。 JR 東日本6モル145系 JR 東日本では首都圏向けの10編成が継承された。その後は道路事情の改善やダイヤの過密化などによって車両基地と車両工場との間の部品輸送がトラックへ移行したことにより1993年度から廃車が開始され2002年度までに急編成が廃車となった。最後まで残ったのは 東京総合車両センター所属のクモル145から8クル百144から8の2両で、末期は煽りとを外して、各駅のバリアフリー化に伴うエスカレーター搬入輸送に用いられていたが、2008年6月に廃車されたことで、JR 東日本では全廃された。JR 西日本のクモル145系、JR 西日本では、関西地区向けの6編成が継承された。 1998年度よりクモル145から14から16の3両が、主電動機を MT54 系に換装した1000番台となり、未改造の3編成は廃車となった。2004年には、加古川線電加工事業として、クモル145-1014くる144から14、ガオヤ31型とともに、ディーゼル機関車の経因で、 加古川線に入線した実績がある。2009年8月に JR 西日本水田工場所属の2編成が廃車されたことにより、くもる1 4の1 0 1 5をくる144から15の1編成が残るのみとなった。同編成は2020年4月時点で水田総合車両所京都市所に所属しているものの、こちらも配給車として営業線で部品輸送にあたることはなく、 主に牽引車代用として、校内での入れ替えに使用されている。連結器は波型連結器と密着連結器との連結が可能な相当連結器に換装されている。2017年12月と2020年1月には、京都鉄道博物館で特別展示が行われた。2020年現在、全 JR グループで唯一残る走行可能な車両、編成である。 国鉄雲屋145から7市運転列車雲屋145型とは国鉄が1980年から製造した直流電化区間用の牽引車である。主に車両基地内の入れ替え山屋34型客車の牽引に使用される。当時首都圏には ATC 対応の雲屋143型が申請配置されていたが、地方にはまだ戦前製の休憩国電や、 私鉄買収車両などを種車とした、休憩の牽引車や救援車などが使われていた。休憩車の置換、絵として、101系電車の改造名義で、主電動機や電動発電機、台車などを流用して製作された。101系電車の雲波100系、雲波101系、もは100系、もは101系の各形式を種車に、1M 方式の制御電動車とされた。 回路構成は、曇る145型と同じく主電動機4段永久直列であり、発電ブレーキは搭載されていない。無動力車1両の牽引が可能であり、旧型電車と一部車種を除く、新性能電車と協調運転が可能である。冷房装置や行き先表示器、側引き戸の開閉試験も可能となった。 車体は雲屋90系の車体申請者雲屋9102.902019202を基本としており、両運転台の全面貫通型構造である。側面には 1800mm の両ビラ軌道が片側1箇所ずつ配置された。床面は台枠上面より 70mm かさ上げされ、台枠と床面の間の隙間に電気配線ダクトが設けられた。は 他の事業用車両と同じく青15号の車体に木5号を警戒色として全面層下部に入れている。運転台は高床式、踏切事故対策として全面強化構造となっている。前照灯、微灯の配置は雲屋143型と同様であるが、軽的は前照灯の横に並べられた。全面下部のスカートは省略されている。足回りは 基本的に主車のままであり、台車は DT21K、主電動機は MT46A 型を搭載する。電動空気圧縮機は MHz113BC2000MA 型が、機器室内に電動発電機はクモや143型と同じ、7 9馬の MHz94ADM58A 型が床下に搭載された。主制御機は発電ブレーキなし。 ノッチ戻し付きの c s 5 0系、指定後機は電動発電機と分離して冷却用送風機の風道を変更した MR145A 型である。主管制御機は雲屋143型と同じ、そもそも即ブレーキノッチ戻し付きの MC53 型である。ブレーキは電磁直通ブレーキで閉結する電車の発電、そもそも即ブレーキが制御可能である。 手ブレーキと直通予備ブレーキも設置される。パンタグラフは、電車庫内などでの押し込み作業を考慮して2機、搭載されており。保安装置はクモヤ143型と異なり、ATC 装置はなく、ATSS と ATSB が併設された。クモヤ145系霊番台1980年から1981年にかけて給料が改造製作された。車内には、 前くらい側に、機器室と、資材置き場が置かれ、後くらい側には控え室がある。控え室には6人分のロングシートが、左右両側にあり、合計12名分が設置されている。番号の新旧対象は次の通り。後に50番台へ2両が改造されている。2001年までに廃車、または1000番台に改造され、廃区分番台となった。 雲屋145系100番台雲屋145から117、救援車として使用できるように、車体中央部に救援機材積載用のスペースを設け、天井にはクレーンが設置されている。それに伴い側窓と側扉の配置が変更され、新たに機器搬入口が設けられた。また例番台にあった控え室で両側にあったロングシートの片側が機材棚に変更され、 片側のみ6人分のロングシートが設置されている。1982年から1986年にかけて26両が改造製作された。雲蛛屋145から107はパンタグラフが下切り用として回路が独立しており、平機もパンタグラフごとに1台ずつ搭載された。陸前バルの町電車区配置の蜘蛛145から113は相当式連結機が 三鷹電車区配置の雲屋145から117.118はパンタグラフ折りたたみ高さの低い PS23A 型が搭載された。2020年までに廃車、または1000番台に改造され、廃区分番台となった。雲屋145系200番台本番台は、1982年に広島車両所で改造製作された交流電革関係用の牽引車である。 直流電化区間では制御電動車として、交流電化区間では制御車として使用できるように、機器が追加されている。外観は100番台に準じており、救援車としても使用できるようになっている。パンタグラフは1機搭載となり、静電アンテナが設置された。連結器は相当式連結器が搭載された。1999年に1000番台に改造されて、廃区分番台となった。 雲屋1 4 5系6 0 0番台1983年度に、雲ハ1 0 0系、モハ1 0 0系、各1両を種車に2両が、改造製作された。強小断面トンネルがある、ミノブ線での使用を考慮して、最低採用高さの低い PS23、ガタパンタグラフが搭載され、さらにその取り付け部の屋根の高さが 20mm 低い 3960mm となっている。 国鉄分割民営化後は、601は、静岡運転所、602は、豊橋電車区に配置されていたが、1988年に2両とも、雲葉123型600番台に改造されて、廃区分番台となった。雲屋1 4五系50番台1986年度に、水田工場で0番台から2両が改造された。交流電化区間でも制御車として使用できるように、 制御装置が変更されている。200番台と異なりパンタグラフは2機のままであり、屋根状に、権限アンテナが追設された。連結機も、相当式に改造された。2000年に1000番台に改造され、廃区分番台となった。雲屋145系1000番台雲屋145-1103、西日本旅客鉄道に配置されていた0番台、100番台、50番台、 200番台の K18 両は1999年度から主電動機を MT46A から MT54K に交換する改造が施行された。車両番号は原番号に1000を加えた1000番台、1100番台、1050番台、1200番台に変更された。大半は1999年度から2001年度にかけて行われ。 2008年度の雲屋145から102、2010年度の雲屋145から105の改造をもって全車完了した。雲派123型600番台 JR 東海に継承された雲屋145系600番台の2両は、身延ブ輸送改善用として1988年に旅客車への改造が浜松工場で施行され、 雲百123型600番台となった。雲谷145から601が雲百123から601に、雲谷145から602が雲百123から602に改版され、雲谷145系600番台は消滅した。車体は側面に幅 1100mm の片開き扉が片側あたり3カ所設けられ、車内の座席はロングシートとなった。 1988年度に冷房化改造、1989年度にワンマン化改造が行われ、313系に置き換えられる2007年、国鉄時代の雲谷屋145系雲谷屋145系霊板台は給料が関西地区の車両基地に配置されたが、雲谷屋145からには1985年5月に長野運転所へ、 続いて1986年10月に松本運転所へ転属した。100番台は26両が直流電革間隔地の車両基地に配置され、国鉄分割民営化前には広島運転所配置であった雲屋145から112が新両電車区へ転属した。200番台1両は向町運転所に600番台2両は601が、 沼津機関区に602が豊橋機関区に配置された。1987年の国鉄分割民営化の際に全車両が本州3社に承継された。JR 東日本の雲屋145系、東日本旅客鉄道にはれ番台、百イ、100番台が継承された。1989年度以降は ATSP 設置改造が行われたほか、205系、 2 1 1系など、電気指令式ブレーキ搭載車と並結可能な改造も行われたが、1999年度より、廃車が開始された。クモヤ145から117は、京浜東北専用2 0 9系を EF64 型千0番台の牽引で、長野総合車両センターへ、配給改装する際のとも車に使用され、ブレーキ読み替え装置が搭載されていたが、2012年に、 廃車となっている。雲屋145から118は2009年の廃車後に新秋津駅隣接の八王子総合訓練センターで機械扱いの訓練車となった。廃車が進んだ結果、JR 東日本の雲屋145型は2013年度時点で高崎車両センターの雲屋145の107が残るのみとなった。雲屋145から107は 当期の下取り列車にも使用されており、小型スノープラウも設置された。スノープラウの設置にあたっては、2007年に廃車となった115系、雲葉115-1073雲葉114-1513のスノープラウ付き DT21 バイト型台車枠が転用されている。雲屋145から107は2020年2月21日に、 廃車され、JR 東日本の雲屋145型は全廃となった。JR 東海の雲屋145系、東海旅客鉄道では100番台3両と600番台2両が継承された。1988年度に600番台2両が雲葉123型に改造され、100番台のみが残っていたが2008年に全車廃車された。 JR 西日本の雲屋145系、西日本旅客鉄道の車両は承継された全19両が千万番台下の上、現存している。2005年7月に JR 東日本の103系8両が JR 西日本へ譲渡される際、機関車牽引時の友車として雲屋1 4の1 0 5 1が東大宮奏車場まで入線した実績がある。 2011年9月の台風12号による豪雨災害の影響により、規制本線が寸断され、新宮駅に留置されていた特急、黒潮用の381系、283系を搬出するため、2011年11月9日から10日に、かけて雲屋145から1051.105221の産両が空いたから、東海道本線、 関西本線、規制本線経由で新宮まで、公衆輸送された。輸送時に雲屋145計算量のパンタグラフは、外されていた。新宮からの搬出時には、牽引機関車と搬出車の間に雲屋145型が連結されており、11月12日から13日に、かけて雲屋145-1052と 283KA900 に編成が、 11月13日から14日に、かけて雲屋145-1201と381、KD654 編成が、雲屋145-1051と381、KD655 編成が11月19日から20日に、かけてそれぞれ無効調送車場まで、公衆輸送された。国鉄雲ユ2 147型1986年。 大垣電車区所属時東海道線113系に、平結1983年、飯田線の新生の丘に伴い、101系電車から5両が改造製作された郵便、荷物合わせ作り車である。飯田線は1983年に119系、165系による新生の丘が決定し、郵便、荷物電車もその対象となった。新生の郵便、 荷物車は、飯田線の沿線事情から合わせ作り車の投入となったが、雲湯に143型の新生投入よりも雲屋145型などと同じく101系の改造車とすることが、性能、経済面で特策と判断された。飯田線には、勾配区間が多いため、119系と同じく発電ブレーキ、そもそも即ブレーキを搭載した郵便。 荷物合わせ作り車として改造されたのが、雲湯に147型である。1983年3月から6月にかけて、もは101系、もは100系、雲は100型を種車に5両が、畑生、長野、吹田、広島工場で改造された。国鉄の新性の郵便荷物電車で、唯一の改造形式である。車体は、雲湯に143型に準じているが、 雨どの位置が119系電車に合わせて高い位置に設置された。屋根は雲湯に143型と同じくパンタグラフは PS23A 型。パンタグラフ設置部の屋根は 20mm 低い。身延線対応の低屋根構造である。119系と同じく飯田線で運用されるため、体幹設備のみで大切装備が省略されたことから、 前頭部系敵のシャッターやスカートは設置されていない。塗装は、イーダ専用119系と同じスカイブルーに、白帯の配色で登場した。足回りは雲や145型などと同じく101系から、台車、手電動機などが流用されたが、勾配そもそも速ブレーキを追加するため主制御機や手、抵抗機は119系のものがベースとなった。 主制御機は 119K 用の CS54 を改良した CS54A 型。主抵抗機は 119K 用をベースに強制通風電動発電機冷却兼用とした MR155 系である。主電動機は出力 100kW の MT46A 型。電動発電機は出力極場の MHz81DM44 型。 空気圧縮機は MHz80AC1000 系、台車は DT21 型でいずれも101系からの流用である。119系電車と同じく、豊橋機関区に配属され、飯田線で運用された。1985年には飯田線の郵便、荷物輸送廃止で大垣電車区に転じ、東海道本線の雲に83系、雲湯に74型を置き換えた。 その後1986年11月1日、国鉄ダイヤ改正での国鉄の郵便、荷物輸送全面撤退に伴い、全車静岡運転所に転属、翌1987年1月から3月にかけて、身延専用として五両全車が雲葉123型40番台に改造され、雲湯に147型は消滅した。車体塗装は、 クモハ123型に改造されるまで、飯田線時代のスカイブルーに白帯のままであった。車両性能に関連する改造を記載する。1986年11月のダイヤ改正よる郵便、荷物輸送廃止で余剰となった、郵便、荷物電車の旅客車への改造が行われ、 身延専用として1987年に雲モユニ147型五両前車が123系の雲モ123型40番台に改造された。JR 加護の1988年3月には JR 東海に継承された雲屋145系600番台が旅客車に改造され雲モ123型600番台となった。雲モ123型は 雲に143型から改造の0番台が直並列制御でそもそも速ブレーキ付き雲湯に147型から改造の40番台が永久直列制御でそもそも速ブレーキ付き雲屋145型から改造の600番台が永久直列制御で発電ブレーキなしとなり番台区分はあるものの異なる3種類の性能の車両が同一形式に混在することになった JR 西日本に継承された、雲屋145系、雲る145型は、京阪新築の営業列車高速化や、MT46 系主電動機の老朽化に伴い、1998年度から2010年度にかけて、主電動機を換装する工事が施行された。改造により、主電動機は、出力 120kW の MT54 型となり、 弱め回路抵抗器も MR145 バイト型に改造されている。改造車の車両番号は種車のものに線を加えたものとなった。ありがとうございます。